はい、ということでサモサ屋さんに来ました。サモサが揚げたてなので、サモサをいただこうと思います。揚げたてのサモサを買おうと思います。はい、ということでそこのお店でめちゃ込みです、めちゃ込みです。そこのお店でサモサを買いました、サモサを買いました。2つでなんと衝撃の15ルピーでした。安すぎですね。はい、いただきたいと思います。めっちゃ美味しそうです、サモサ。はい、さっき買ったサモサです。はい、ここで食べようと思います。下には犬がいます。そしてすごい状態です、最高の環境です。いただきたいと思います。はい、今ね周りで犬がめっちゃ喧嘩してるんですよ。犬が喧嘩して、あのインド人の人がなんか怒ってます。はい、そんな中激安2個で15ルピー約30円のサモサを食べたいと思います。じゃがいもコロッケです。ピリ辛ソースがかかってますね。うわ、でかい。うん、おいしい、すごくおいしいです。スパイスの効いたジャガイモが中にずっしり入ってます。揚げたてでめちゃくちゃうまいです。1個でもね結構ねお腹きますね。これで15ルピーって安すぎますね、ほんと激安ですよ。うん、めちゃくちゃ美味しい、毎日食べたいですねこれ。うん、あったかくてずっしりしててすごく美味しいじゃがいもコロッケです。ここガンジス川のすぐ近くなんですけど、犬が今僕が確認できるだけで12匹ぐらいいます。なので犬同士のねテリトリー争いも行われるんですね。はい、激安でめちゃくちゃ美味しいサモサをいただきましたって言ったらこんな感じです。はい、ヒンドゥー教の人たちが通りましたね。お香を焚いてるんで煙たいです。はい、サモサめちゃくちゃ美味しかったです。はい、私今全く気づかなかったんですけど、この野菜のゴミの横に黒芝がすっぽりケースの中に入ってました。私全然気づかなかったです。これがインドです。